モーリス、モーバーグは、アメリカのプロ野球選手。ボストンレッドソックス、シカゴホワイトソックス等に所属した。同時に、日本の地形を写真に収めて、アメリカに提供したスパイだった。ウクライナ移民のバーナード・タシュカート・ローズバーグ夫妻の、次男として、ニューヨークで生まれた。両親ともユダヤ人で、プリンストン大学を優等で卒業。コロンビア大学法科大学院卒。 ラテン語、フランス語、スペイン語など、複数のヨーロッパ系言語に堪能で、日本語もある、程度理解し、9カ国語を話すことができ、毎日10種類の新聞を読んだ。大リーグシーズン終了後の1923年秋頃、パリに旅行し、カルチェラタンに滞在。この滞在時に、多種の新聞に目を通す、生涯の習慣を身につけた。スポーツ記者からは、 野球界で最も頭の切れる男と呼ばれ、ケイシー・ステンゲルは今までで最も異色な野球選手と評した。1932年に全日本大学野球連盟への招きで、レフティオドール、テッドライオンズと共に来日、東京六大学野球連盟に属する各大学で野球を指導した。パノニ選手が帰国後も日本国内を周遊し、満州など大陸を巡り、 東南アジア、エジプト、ドイツを視察して帰国した。1934年、日米野球のためメジャーリーグ選抜として再来日した。一行が天皇皇后に一見した際には日本語で天皇と会話をした。滞在中の11月29日に大宮球場で開催された試合を欠場して、ジョセフ・グルー中日アメリカ合衆国大使の娘を、 見舞うと偽って、東京、明石町の聖露加国際病院へ向かい、その屋上から、東京湾内の軍艦、兵器工場、聖油所、皇居、工場群、鉄道線路など、東京市街一円を16ミリカメラで撮影した。このほか、武蔵野、三鷹、田梨、荒野、船橋、奈良市の、川口、松戸も撮影し、これらもうが撮影した映像は、 第二次世界大戦中の1942年に行われたドリットル空襲の航空母艦からの日本本土爆撃の第一資料として利用された。日米野球終了後も帰国せずに日本に2週間滞在し、その後上海、北京を経て満州里からシベリア鉄道でモスクワに向かい沿線各地を撮影した。引退後は戦略情報局やその更新の 中央情報局などの機関員であったことでも知られる。終戦後も、対ソ連のスパイとして働き続け、生涯独身で、晩年は、兄と妹と暮らした。2018年には電気を元にした、映画、ザ、er ・キャッチャー・ワズ・ア・スパイが公開された。AB お関順次、野球を歩く、日本野球の歴史探訪創始者、2013年、179から180ページ。 ISBN 978から47億9422万141。ABCDE、巨人軍を憎んだ男、ブイスタルヒント、日本野球 P100 から105ポールラット主演の豪華スパイ映画に、真田博之が出演ライブドアニュース、ザ・キャッチャー・ワーズ、A スパイ P46 ダバドフ、P17 ハットベルガー、ラルフ・モエーベルク。 ザ・ベースボールバイオグラフィープロジェクト、ザ・ソサイティフォー、アメリカンベースボールリサーチ、2007年3月11日、閲覧。A.B. ダバドフ、ニコラス・ザ・キャッチャー・ワズ、エースパイ、ザ・ミステリアスライフオブ・モエベルク、ニューヨーク、ヴンテージブックス、P7781、日米野球裏面紙、美少女投手から大米ブルースまで、さやまか 日本放送出版協会 2005P186 ダバドフピアニッシモ13335読売新聞2008年8月15日 J. フォード監督の名も米 CIA 全身の工作員名公開ハット AB もエベルクムービーメイクスホームランー、ヒストリーフォーブス2018年7月12日ありがとうございます